はい、皆さんこんにちは。 BMC の吉澤陸です。 BMC が臨時休業期間中にご自宅で行っていただきたい運動です。本日は、四十肩、五十肩を予防する、改善するための体操を2種類ご紹介します。まずですね、体操を始める前に、ご自分が四十肩なりそうなのか、予備軍なのか、そういう可能性があるのかっていうのをチェックしていただく方法をご紹介します。もう何気なく、もうね、座った状態でも立った状態でも結構です。もちろん正座じゃなくていいんです。あぐらかいてる状態でも足を伸ばした長座でも構いません。椅子に座っていただいても構いません。もう万歳をこうしていただいて、もう右と左が上げやすさに差がないんですね。片方はここで止まる、片方は耳の後ろまで行く、こういう左右差がないか、肘が曲がらないようにして万歳してみてください。そして止まった時に、自然に止まったところで上をパッと見た時に左右差が、ね、あれば、ちょっと肩甲骨周りの肩の柔軟性、肩っていうのはここだけじゃないですね、肩甲骨周りの筋肉が四十肩、五十肩には大きく関わってきてますので、この肩甲骨周りの柔らかさっていうのをチェックできるんですね。2つ目はですね、片方の腕をですね、まあ、肩、腕の付け根前に肘が来るようにして、空いている方の手の人差し指と親指でこう保持していただきたいんですね。で、力を前腕、肘から先を抜きます。ダラン、こうダランと下がって肘よりも手首が下になれば問題ないんですけど、これが全然下がらない、肘と同じぐらいの高さになってしまう、無理やり下げようとするとこう肩が上がっていってしまうという方はですね、非常にこう肩甲骨前の筋肉が硬くなってますので、非常に四十肩、五十肩の、まあ、予備軍なる可能性があると考えていただいて結構です。もちろんこれもですね、左右差ですね、こっちはあんまり動かない、ちょっとだけ下がっている、反対はすごく下がっている、この角度に差があるのもあんまりよくありません。これを改善する体操を2つですね。まず1つ目はですね、これも座ったままでも立ったままでも構わないんですけれども、まず胸の高さに手を伸ばしていただいて、人差し指の内側部分を合わせます。そして指先がこう胸にタッチする感じをスッと前に出す、手のひら返して上に向けます。グッグッ、腕だけをこう動かすだけじゃなくて、こう背骨から動いているようなイメージです。横から見るとこんな感じなんですけれども、背骨がこう動くから手が連動して動いている感じなので、手首だけこう回しても肘だけ動いていてもあんまり効果がないですよね。グッ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 、これ肩甲骨周りの筋肉が硬い方っていうのはもう10回もすれば、ね、もう背中の上の方がポカポカしてきます。肩甲骨周りが温かくなってきます、ね、ですから回数は個人差があるんですけれども、あ、なんかこの辺りの筋肉使ってるなっていうのが分かる回数をね、もう10回からだいたい30回ぐらいで結構ですので、やってみてください、はい、そして2つ目なんですけれども、2つ目はですね、手をこういうふうに手のひらを上向けた状態で、横に伸ばしていただきます。そして手のひらではないです、手の甲ですね、こういうふうに円を描く、腕全体で手の、ね、から動かすんですけど、手首だけ動かしてもダメなんですけども、腕の付け根から腕全体にこう円を描く、なんか顔より二回りぐらい大きいお皿が横にあって、その外周を手の甲でスーッなぞっていくイメージです。グッ、これだけでいいんですけども、これを高さ変えます。この円の、ね、中心が、まあ、耳よりやや上の、まあ、側頭部あたりぐらいが中心になる、この辺りで一周したら手のひらこうなってますから、上に向けて今度は肩、腕の付け根が中心になる円形、そして胸の辺りの中心になるように円形を描く。だから3つ3枚お皿があって、上、真ん中、やや下、これをね、ぐるんぐるんぐるん、手首だけにならないように注意する。腕の付け根から大きく大きく大きく、これもですね、肩の硬い方っていうのは非常にしんどいです、ね、もう腕の付け根が痛くなる人もいれば、肩甲骨周りがしんどくなる人もいらっしゃいます。
あ、ここ使ってるなっていうのを感じればもうそこでやめていただいて結構です。ぜひこの2種類やってみてください。初めのチェック法はありましたよね。上げにくかった方が上げやすくなっていると思います。1日では効果出ない方はぜひちょっとずつでいいんで毎日やってみてください。3日もすれば効果が出てくると思います。これは下がらなかった人はストンと下がるようになっていると思いますので。